少しずつでいいです。最初のエナーナーだけでも、最後のウリだけでもいいです。この言霊に乗せて、お水さんありがとうの気持ちをみんなで開きっぱから送ってみましょう。はい、エナーナーエタープラプライタラテアイタラウリ、すべてのお水がきれいになってくんなまし、エナナエタプラプライタラテアイタラウリ、みんなの体に流れてる水もきれいになって不病息災、健康になりましょう。エナナエタプラプライタラテアイタラウリ、水の星、地球さん、マザースお母さんに豊かな恵みをいつもありがとうねって気持ちを。エナナエタプラプライタラテアイタラウリ、エナナエタプラプライタラテアイタラウリ。この場所に宿る水の神様にありがとうという気持ちを込めて、みんなでここの場所を来た時よりも美しくして帰る開きっぱ祭りにいたしましょう。エナナエタプラプライタラテアイタラウリ、龍神さんありがとう。エナナエタプラプライタラテアイタラウリ、どうもありがとうございます。そしてそして皆さんおめでとうございます。みんなが少しでもこのね、お水の神様にありがとうという気持ちを送ってくれたおかげで、この星のお水は歌う前よりきれいになりました。おめでとうございます。みんなの発する祈りや思いは必ずお水さんはキャッチして届いてくれております。そしてそしてみんなの体のお水もきれいになったということで、歌う前より健康になりました。おめでとうございます。だからみんな容赦なく食べたり飲んだり歌ったり踊ったり恋したりね、完全に開きっぱ、ね、全開ラバーズで楽しんでってください。そしてそして今日ね、本当に美味しいご飯をずっとあちらの方でね、作ってくれていたり、美味しい飲み物、そして各出店者の食べ物飲み物、本当感謝でございます。その食べ物飲み物もともと美味しいんですけれども、心のこもったね素敵な味ですけれども、お水がきれいになったことによりさらに美味しくなりました。おめでとうございます。だからみんな一つ残らず食べて飲んでね、美味しく味わってこの開きっぱ遊んで帰ってください。どうもありがとう。長畑ありがとう。
ではもう一曲、昔昔の歌を歌いたいと思います。この歌は、僕は淡路島というね、島で出会った歌なんですけど、今叩いてる太鼓も淡路島で生まれた太鼓です。これ縄文シャーマニックドラムっていう太鼓で、ナフシャというお店が淡路島にあるんですけど、そこに、尾崎さんというね素晴らしいアーティストがいまして、その方が、僕のその水の浄化だったりとか、僕の音楽を聴きながら、縄文をイメージして、この淡路島の鹿の川の、太鼓を作ってくれてですね、この柄もこの世界に一つだけの、柄なんですけれども、そんななんか縄文のスピリットみたいなのをすごく尾崎さんとはなんかね、アートっていうところで僕たちはすごくもっともっと開きっぱできるんじゃないかっていう感覚をもっと開ける、鍵は音楽やアートや、ね、食べること、もう頭で考えることよりも感じることをもっと開いていったらっていうね、そういうのがもっと僕たちは目に見えない感じる力というかテレパシーのようなものを僕たち縄文時代ぐらいはもっと普通に使えてたんじゃないかなと、なので僕たちは今きっとそういう使える触覚を一つ閉じ込めてるだけなような気がして、もっとスピリチュアルな力とかテレパシーとかそういうのを、でもねみんな思うと思うんですよ。あ、この人に会いたいなと思ったら会えたり、あ、ちょっとこの場所行きたいなと思ったらその情報が入ってきて行くきっかけができたりとか、そうやって僕たちはやっぱ目に見えない力を自然に使ってるはずなんですよね。なんでそれをある意味もうちょっとこう僕たちが開きっぱできれば、もっとそこの魔法っていうのは使えるようになるんじゃないかなと、その一つに僕はこの、これから歌う阿波の歌っていう歌に、出会った時にですね、この歌は本当に縄文時代ぐらいの歌らしいんです。ホツマツタエっていう文献が、古事記よりも古いと言われている文献が、ありまして、その文献に出てくる歌なんですね。阿波の歌っていうのは、まあ、阿から和までの48音をもうその時代からこの阿とか和とかこう48音も使っていたんですね僕たちは。だからその僕たちの今発している言葉言霊ってすごい魔法を日々テレパシーを使ってるっていうことなんですけど、阿から和までをね48音ただこの順番で唱えるだけで、これもこの 場所の波動を調整したり僕たちの体を調子よくしてくれたり、そんな魔法のような、言霊の歌に出会ったんで、みんなにシェアしたいなと思いまして、自分なりにちょっとね節をつけてというかメロディーをつけたバージョンの阿波の歌を歌いたいと思うんですけども、まあ、あとはっていう言霊は、あっていうのが陽を表す言葉、今皆さんの目の前で燃えている火とかお日様太陽とか、男女で言えば男性、そして和っていうエネルギーは、水だったり月だったり女性だったり陰を表すエネルギーです。でこの陽陰を和合するっていうのがやっぱ僕たちのエネルギーが生まれる最たるところというか、男女が愛し合ったら新しい命が生まれるよう、淡路島の阿波っていう漢字も紐解くと山水に火を2つ書きますよね。なのでもうそういう風になんか言葉として僕たちになんか残されている、キーワードのような気がして、で、この阿波の歌っていうのが歌われてた背景には、淡路島には本当いろんな神話があるんですけど、まあ、国生みのね島だなんていうのは皆さん多分聞き覚えがある神話だと思うんですけど、まあ、僕が出会った神話の一つにイザナギイザナミという天照大神さんのお父さんお母さんである男女の神様が、当時ちょっと僕たちの波動が乱れました。なんで乱れてるの？国の乱れは言葉の乱れからだと言って、僕たちが使っている言霊が乱れているから今この世は乱れておりますよと、その時にこの阿波の歌っていうのをみんなにねシェアして唱えてもらったところ、またこの国は豊かになりましたよってそんな神話に出会った時に、やっぱり僕たちが日頃を使っているこの言葉言霊っていうのをよりねこの魔法を大事に使うってことが僕たちが身近でできる平和活動の一つなんじゃないかなと思いまして、
そんな一つに阿波の歌っていうのをみんなに知ってもらいたいなと思って、そろそろ歌いたいと思います。大体この歌始まったらあっという間に終わっちゃうんですけど、ちょっとこの阿波の歌に関する説明のラップがちょっと長すぎますけれども、ね、そろそろ